はいどうも、皆さんこんにちは、ノイチェです。ということで、皆さんオープニング見ましたでしょうか？遊郭編の。いや、マジでやばくなかったっすか？あれ、ぬるぬるすぎない？残響参加も最高だしね。ということで、本日はですね、そんな遊郭編のオープニングの見どころをね、ちょっとまとめてきたというか、これだけはちょっと見逃せないよねっていうところをまとめてきたので、そちらね、紹介していこうかなと思うんですけど、なんと数えてみたら19個ほどありましたので、皆さんちょっと今日はね、長くなるかもしれないんで、ぜひ最後までご覧ください。ということで、今のうちにチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、もう早速やっていきましょう。はい、ということでね、まず見どころ一つ目なんですけども、宇髄の嫁ということでね、もう一番最初に出てきておりましたけども、まずはマキオから。はい、こんな感じで。いやー、かわいいね。マキオかわいいね。はい。で、続いてね、スマこちら。はい。スマも、まあ、かわいいね。このキャラデザだったらね、ちょっともしかしたら僕はスマ推しになってしまうかもしれない。そして CV がね、遠山奈央さんとなったんですけど、非常にちょっと合いそうなね、感じのね、雰囲気出てますよね。はい、これちょっと楽しみですね。はい、続いてね、ひなずるこちら。はい。ひなずるもね、なんか落ち着いた感じでいいっすね。めちゃくちゃ可愛いし、なんか落ち着いた感じで、非常にこちらもですね、好きになっちゃいそうなね、感じのね、キャラデザとなっております。キャラデザ、松島明さんだったっけ？もう本当に最高ですね、マジで。もう本当に最高だと思います。はい。ありがとうございます。で、続いての見どころがこちら。はい。花火のシーンですね。こちらね、ちょっと画像だけでは、伝わらないんですけども、もう花火の描写っていうのが、もう本当に細かくて、これはちょっと気合入りすぎてないかと、本当にびっくりするようなそんな花火のシーンとなっておりまして、いやマジで本物の花火ですね。アニメじゃねえど、すごいかっこよかった。ここ本当に良かったんで見てみてください。これはちょっと映像じゃないとね、具体的にはちょっとねわからないシーンとなってるんで見てみてください。で、続いてこちらですね、鬼滅の刃遊郭編とね出てくるところなんですけども、こちらねちょっと隠されたものがありまして、無限列車見てみるとねこんな感じとなっておりまして、はい、比較してみるとですね、はい、こちらにちょっと話題になっていたんですけども、炭治郎と煉獄さんは真逆の方向を向いてるんですよ。だけど炭治郎と宇髄天元は同じ方向を向いてるということで、無限列車編の時は反対方向を見てた、だけど遊郭編の時は同じ方向を見ているということで、何が隠されてるんだってことなんですけども、まあ、これねちょっと考察になっちゃうんですけど、おそらく無限列車編の時は炭治郎と煉獄さんが、まあ、意志とか、まあ、未来っていう意味で反対の方向を見てたんじゃないかなと思っております。煉獄さんはね、ちょっと違う方向に向かっていってしまいましたからね、黄泉の国の方向へ。はい。ただ遊郭編っていうのは宇髄天元の意志だったりとか炭治郎の意志っていうのが同じ方向を見ている、そして未来っていうのも同じ方向を見てるんじゃないかな、つまりね、まあ黄泉の国ではなく生きるという選択肢があるのではないかと僕は思っておりますね。はい。こちら非常にちょっとどうなるかね、これが表していることもねちょっと気になるところでございます。はい。続いてですね、こちら、はい、炭治郎がまあちょっと潜入してね働いてる様子っていうのが描かれたオープニングとなっているんですけども、まあ、非常にちょっとなんかね平和だね潜入してるのになんか平和だね、うん、そしてね炭治郎頑張って働いてる姿っていうのもいいし、なんかちょっと化粧してるの可愛いよね。で、続いてねこちら善逸となってるんですけども、こちらもちょっと平和な感じで、なんかあの三味線して遊んでるのかな、なんか披露してるのかなって感じなんですけど、女の子にね、はい、非常にちょっと可愛らしいというか面白いですね。この後ね後ろのね男の人に怒られる描写があるんですけど、非常にねなんか善逸らしくてねいいですね、サボってる感じがね。はい。で、続いてねこちら伊之助なんですけど、伊之助なんか真面目にやってるわ。伊之助なんか働いてることは真面目にやってないけど、なんか潜入に対してめちゃめちゃ真面目にやってて、なんかスパイやってんのかみたいな。ちゃんとそこは任務やってますみたいな。で、なんか伊之助ね被り物を取ってる感じっていうのが新鮮でね、まあ、非常にちょっと今回っていうのは、まあ、見どころ多いんじゃないかな、遊郭編。うん。で、続いてこちらなんですけども、あの宇髄天元がね打機の攻撃から避けるシーンとなっておりまして、こちらのねアニメーションがやばすぎたよということで。これね、ほんと画像では伝わらないんですけど、ほんと皆さんにね、こちらオープニング見てほしいんですけど、ここのコマ数えぐくない？コマ数っていうかなんか、え？すごすぎるんだよね、このアニメーションっていうか戦闘技術っていうか、なんかほんとヌルヌルなんだよね。あ、オープニングでこんだけやっちゃうんだっていう、ほんとにそれだけすごい気合入ってるなっていうので、まあ、見どころとなりました。はい。いや、すごいと思うね、ほんとダキと宇髄天元の戦いはほんとに多分やばいと思います。はい。で、ダキ側もこんな感じで、いやー、もうほんとにキャラデザというか良かったね、もうすべてがね。ダキマジで強そうだし、で、それでいてやっぱセクシーだし、なんか戦い方っていうのもほんと独特っていうのが非常
妙になんか3つともほんとうまく表現できたような感じの、まあ、戦いだったりとかキャラデザとなっておりまして、まあ、非常にここは本当に見どころなんじゃないかな。いや、ダッキーはマジで多分俺大好きなんでね。ちょっと今回どっちを応援するかわかんないっすね。鬼の方を応援しちゃいそうっすね。で、続いてね、こちら、はい。禰豆子がなんと覚醒するシーンなのか、どうなのかって感じなんですけど、なんだなって感じなんですけど。いや、楽しみですね。なんだこれは、と。初見の方は思ってるんじゃないでしょうかね。僕はちょっと、こんなシーンあったっけっていう原作読んでんだけど、もう忘れてましたけど。いや、なんかかっこよくない？なにこれ。かっこよくないですか？お前何やっちゃうんだって感じなんですけど、ここ楽しみですね。本当にまあ、本当に楽しみです。はい。で、続いてちょっと今回見どころのもう、最も重要なシーンなんですけど、こちら。はい。牛太郎。映ってた。で、これね、めちゃめちゃコマ送りにして確認しないと分かんなかったんですけど、ちゃんと顔もドアップで映ってたんですよね。映像だけで見るとね、マジで牛太郎が飛んでるぐらいのね、感じだったと思うんですけど、もう目視では確認できないものがありました。顔がちゃんとドアップで映ってました。はい。いやー、これえぐいでしょ。いや、マジでえぐいな。牛太郎。いや、キャラデザ最高だね。いや、これちょっと、マジで強そう。マジで強そう。本当に強そうだね。飛んでる姿も、うわ、ちょっと体細いしね。ガリガリで。なんかそのなんか本当にめちゃくちゃ不健康な感じがさ、いいよね。不健康な感じがマジで鬼感出してんだよな。それがちょっと怖いんですよ。不健康なのにマジで動くやん、みたいな。ガリが本気出した時の、あれね。そんな感じでちょっと牛太郎は、ちょっと期待ですね。何話で出てくるかわかんないですけど、僕は。はい。で、続いてこちら。はい、うずい天元がお墓をね、眺めてるシーンとなってるんですけども、こちらのね、墓、誰が眠っているのかちょっと気になりますよね。煉獄さんなのか、はたまたうずい天元の大事な人なのかっていうところですよね。まあ、個人的には、まあ、うずい天元の、ね、大事な人かなと思ってるんですけど、まあ、煉獄さんの可能性もありますし、まあ、ちょっとそこはね、なんか意味深な描写となっておりまして、まあ、うずい天元の過去と絡んでくるのかっていうところですね。まあ、ちょっと気になっております。はい。僕はまあ、原作読んでるんで、内容は知ってるんですけど、もうちょっと忘れてしまったんでね、本当にもうこの墓が誰の墓なのかわからないです。はい、それぐらいもう読んでからしばらく経っております。はい。で、続いてですね、こちら、はい、花火で始まり花火で終わるということで、エンディングの最後の花火のシーンとなっております。こちらね、非常にやっぱいいね。なんだろう、なんかみんなで眺めてるところっていうのもいいですしね、僕たちやり遂げましたみたいな感じがすごいたまらないですけど、なんかすごい青春じゃないけど、なんかそういう描写があって、なんかこれまで鬼滅の刃にはなかったような学生感っていうのがね、若干出てるような描写となっておりまして、まあ、なんか花火があることによって夏だったりとか、まあ、なんか青春っていうのがね、ちょっと感じ取れる描写っていうのが、まあ、非常にオープニングとしては神でしたね。で、こちらの花火の本当に細かさっていうのも本当レベチでね、ちょっとこちらのシーンはね、映像で見てほしいなと思っております。はい。で、最後にちょっとやばいなと思ったシーンなんですけど、こちら、はい、善逸がね、構えてるシーンなんですけども、こちらやばいっすよね。何がやばいって、なんかもう現実リアル、なんかすごいリアルだね。マジですごいねって感じなんですけど、いや、もうほんと UFO テーブルさんのなんかね、アニメーションのなんか本当にこだわりというか、気合の入れ方がなんか本当に今までの鬼滅の刃と比較しても劣らないぐらいのレベルだったので、まあ、オープニングでこれだけやっちゃうっていうのはもう正直言ってちょっと化け物だなと思ってますね。はい。ちょっとオープニングのコマ数っていうか作画枚数っていうところも多分レベチだと思いますし、こんだけぬるぬるっていうか、もう動きが切り替わるの、本当に進撃の巨人以来の素晴らしさじゃないかなと思っておりますね。進撃の3期のオープニングも本当すごかったけど、それ以来のなんか凄さを感じますね。はい。ちょっとなんか関係ない進撃出しちゃってすいません。はい。ってことで、今回はこんな感じのね、見どころとなりました。皆さんいかがだったでしょうか？いや、もうマジでやばかったっすね。本当に。ってことで、皆さんコメント欄にそのやばかったシーンっていうかね、ここ良かったよねっていうね、僕と共感したシーンありましたら、コメント欄によろしくお願いします。ってことで、皆さんこの動画良かったよという方はね、高評価、そしてね、チャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。ってことで、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。うっばい。